はい、小太郎ちゃん注射していきます。
器具用のタオルだけ別個で回してあるんで、今器具用タオルだけ入ってます。今日はさ、600、500でいいわ。1本入っただけ、そんだけでいい。仕立てで500円。どうしたの？どうした？今リンゲに乗る。はい、えらいじゃん、こさちゃん。頑張ったねー、頑張った。あー、できるじゃん。頑張ったね、えらいよ。いっぱいおいしいことですね。あ、ほんとに誰だっけ。ピースの一般状態。はい、はい、はい、で、今こっちやってきます。どうしよう、おしっこしないじゃん。どこに食べてるの。うちもおしっこパンパンになってる。4番、したいはずだよね、おしっこね。だって昨日、だからこれで24時間出てませんよ。だって朝ここでしてましたね、夜の一晩。え、うんちも、うんちもしてました。そうそう、24時間うんちもおしっこも出てないです、ね。あの子部屋にさ、ぐっちぎっちゃうとダメだろ。噛みちぎっちゃうんですよ。ぐっちゃぐちゃにしてガガガガって。でも噛みちぎる。膀胱パンパン。はい、立ちました。じゃあ立ちました。
もらおうね。今のですね。なんか怖いな。さっき全然大丈夫だったんですよ。一瞬で怖い怖い。みんな一瞬で変わっちゃうんだね、子たちも。リリカは1個でよかったんですか。リリカ、リリカは、あれリリカ、よし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 、今日のやつは2つ欲しい。スクラビヘキシンのシャンプーね。はい。欲しいじゃん。2本ぐらい買っといて。あの子とチェックしてんしょかしょか、いいっす。瞬間ったら、どうしようね。もう今日帰ってくるなら、ウタグラムもかけたくないしな。それかもう買い物かけちゃうか。午前中帰ってくる。午前中に帰ってくる。見えになったらすぐ散歩行ってもらった方がいい。行きたいって言う。はいよ。はい。で、このままもうお部屋で。じゃあお部屋広いので、もうお水と、うん、ヘパ入れていい。お水飲んだらいいよ。お水飲んだらヘパン。あ、お水飲まなかったらヘパン入れなくていいんですか。うん。どうしましょう。両方置きますか。はい。で、ご飯も。